新横浜ラーメン博物館は、神奈川県横浜市港北区新横浜にあるラーメンに関するフードテーマパークである。通称、ラー博。全国各地の有名ラーメン店舗を中心に、ミュージアムショップや駄菓子屋、喫茶店、スナックなどを併設。また、同館を運営、管理する日本の会社である。称号は、株式会社新横浜ラーメン博物館。 1993年8月1日設立。新横浜駅北口から徒歩数分の距離に位置し、1994年3月6日にグランドをオープンした。館長は岩岡博士。日清チキンラーメンが発売開始された昭和33年当時の街並みを再現したフードテーマパークの開業は昭和初期の何話の街並みを再現した梅田スカイビル内の 滝見工事と同じく全国各地のフードテーマパークやショッピングモール等に店を厳選してのミニフードテーマパークなどが誕生するきっかけの一つとなった。全国各地のラーメンを飛行機に乗らずに食べに行けるをコンセプトに鶴亀町、蓮華町、鳴門町からなるラーメンの町の館内は昭和ノスタルジーが感じられる構成になっており、同館の社員や 従業員も町の住人として働いている。館内1階のプロローグゾーンはラーメンに関する展示とミュージアムショップがあり、地下1階と地下2階は体感ゾーンとして全国各地のラーメンを食べることができる。ラー白開業時から現在まで営業を続けている小紫をはじめとするレギュラー店以外にもご当地性個性、 話題性などの要素を考慮した期間限定店を3ヶ月1年前後のスパンで展開、全国各地の多彩なラーメン文化に触れることができる。また、ラーメン店のほか館内地下1階には駄菓子屋や喫茶店、スナックがあり、地下2階の鶴亀公園では各種イベントのほかアルコールや軽つまみを提供する露店も出店する。2010年には、 新横浜ラーメン博物館現役大学生プロジェクトとして横浜国立大学青山学院大学の学生メンバーによるお助けラーメンテンフローチャート当てて食べよう。駄菓子屋ベスト10などのほか、就活イベントなどの企画が立案実施された。2019年3月6日には開館25周年を迎え日本の食文化としてのラーメンを50年後、100年後の 人々に言い伝えられる施設でありたいという思いから、史実に基づいた歴史調査や食育、ラーメン文化の普及に向けた体験プログラムに力を入れるべく、2019年10月より1回部分の展示、体験エリアを増床。新横浜ラーメン博物館の新たな体験エリアとして、中国で生まれた伝統的な製麺技法、青竹打ちを用いた、 青竹内麺作り体験がオープンした。B1 に構築されているネオン街、地下2階の鶴亀公園では、新横浜大道芸として、各パフォーマーによる手品、ジャグリングバルーンパントマイムなどの本格的な大道芸のほか、紙芝居屋さんによる紙芝居芸、昭和歌謡ライブ、沖縄ライブなどの各種イベントが開催されている。ありがとうございます。